どうも皆さんこんにちは、渡辺です。今日はですね、検証動画をちょっと作ってみました。今日はこれをやってみましたね。こうお団子にしたんですよ、こう2つ、まあ、ロングヘアのあれなんですけど、お団子にして、でドライヤーで乾かして、で、まあ、ちょっと今若干湿ってる状態なんですけど、ドライヤーで乾かして外したらどんなくらいカールが出るかっていうのをちょっと検証でやってみました。で、多分これをやってできたら、まあ、なんですか、コテを使わないでもいいと思いますし、変な話、このままこう寝てもらって、なんかここがずれなかったら、崩れなかったら、このまま朝外したら綺麗に巻き髪になって、まあ、朝もちょっと楽ちんかなと思うので、まあこんな感じで出るよって、僕もちょっとまだ今作ってる最中なんですけど、どんな感じになるかちょっと検証してますので、気になる方よかったら参考にしてみてください。それでは動画をどうぞ。まずちょっと軽く湿ってる状態ですね。お風呂上がりとかで少し乾かした状態で、ここでサラの巻き髪ウォーターをつけていきます。全体的にしっかりとつけて、裏側も多分中の方とか結構つけづらいかなと思うので、しっかりとめくってつけるようにしてください。ブラシでしっかりと溶かしていきます。このくらい湿ってる感じですねがベストです。で、大体でいいので後ろで半分に分けて片側をしっかりと溶かしていきます。で、溶かしたところで、まあ、大体耳と、まあ、後ろの間ぐらい、耳後ろぐらいのところで全体の髪の毛をまとめて、そのままねじっていきます。ねじったらこの根元の部分ですねにお団子になるように巻きつけていきます。で、毛先の部分はなるべくこの根元の部分に中に入れるような感じにして隠してください。で、ここでゴムで根元の部分を結んでいきます。反対側も同様にしっかりと溶かして、耳後ろぐらいでねじって根元の部分に巻きつけていきます。巻きつけたら根元の部分にゴムをつけていきます。こんな感じでお団子状にまとめている感じになってます。次にドライヤーでここの湿ってる部分を乾かしていきます。このまま次冷風を入れていきます。反対側も同様にやっていきます。こう触ってみて、こう湿り気がなくなってれば OK です。ではこれで外していきます。このままちょっとほぐしていきますね。あ、まあまあ結構しっかりとカールが出てますね。巻かなくてもちょっとウェーブ感が綺麗に出てる。結構簡単で楽かもしれないですね。で、ここでシアオイルをつけていきます。こういうオイルをつけるときはちょっと一回カールをちょっとほぐしながらつけてあげると綺麗につきやすいかなと思うので、ちょっとこう溶かしながらつけて揉み込んであげると綺麗に簡単につくかなと思います。はい、こんな感じで仕上がりました。
個人的には結構使える方法かなと思いますね。まあ、巻かないでここまでのウェーブ出たら、まあ、ちょっとパーマっぽい感じの質感なんですけど、結構朝も楽で多分いけるかなと思うので、まあ、これでちょっとこうスプレーとか振ってあげると多分、まあ、湿気とかなかった日とかだったら結構1日持つかなとか思うので、よかったらこれ皆さんちょっと一回試してみてください。ただお風呂上がりで結構濡れてる状態でお団子にしちゃうともっと結構きつくなるかなと思うので、まあ初めはちょっとこう軽く湿ってるぐらいまで、乾かしてあげてやってあげる方がいいかなと思うので、こう自分で調節しながらよかったらやってみてください。